兄弟、何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるか。なあ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。ほらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え、組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか。ああ、すまなかったな錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。